ベトナムのフエ市に派遣されました。期間は10ヶ月間でした。高校の土曜日のクラスだったんですけど、それもしかも3時間続けて日本語というクラスだったんですね。で、生徒のモチベーションがもうどんどんこうなくなっていく。で、授業もただ教科書に沿うだけのこう決して楽しい授業というものではなかったんですね。で、生徒の顔を見ただけで、あ、ちょっとこう座っているのが辛いのかなっていうのは感じていて、で、もちろんその担当の先生のやり方ですから、話をすることができなかった。で、それで、現地の専門家の方にお願いしてスケジュールを変えていただいて、土曜日にちょっと私が行かない時期があったんですね。そしたらある日私の生徒からメッセージが届いて、先生、今週の土曜日は来ますか？で、私がもう行かないので行きませんっていうふうに知らせたら、絵文字入りで、その絵文字が泣いてる絵文字で、先生と最近会えませんねって書いてあったんですね。で、そのメッセージ見た時に、自分は何してたんだろうと思って、やっぱりパートナーズで来た限りには、そのどんなそのシチュエーションであれ、授業のであれ、やっぱり生徒に寄り添って学習意欲を上げられるようにやっぱりしなかったらいけなかったなと思って、でもう一度スケジュールを組み直してもらって、土曜日のクラスに復帰したんですね。で、最初復帰していった日に、生徒が、その暗かった生徒たちがみんなそのすごい笑顔で迎えてくれたんですね。大きなことはしなくていいんだって、本当に寄り添って、私がその教室の片隅にいるだけで、あ、生徒こんなに喜んでくれるんだと思って、もうそれからは大きな声を出して、とにかく楽しませたい思いだったので、もう大きな声を出して元気に生徒を褒めて褒めて、もうそれぐらいしかできなかったんですけど、はい、それが生徒からもらった、なんですかね、私は自分を成長させてくれた生徒からもらった思い出です。日本語パートナーズ、第2期ベトナムの方に行きました。内田千景と申します。私はフエで本当に幸せな生活をすることができました。フエにいる間に、日本に帰りたくないぐらい、楽しい活動を続けることができて、フエのみんなに、もう一度フエに私は帰ってくるからねと言って、日本に帰ってきました。機会があったら、ベトナムでもう一度日本語を教えたいと思います。どうか皆さん、日本語パートナーズで一歩踏み出してください。きっとそこには皆さんを、待っている人がいると思います。ベトナムで楽しい思い出をたくさん作ってください。